えー、おはようございます。9月23日、第396回、ポコなかわアニマルラジオになります。<laughs> えー、今日はね、えー、名古屋に来てるので、えー、いつもも静止の、えー、写真のみの、僕が喋ってるだけの動画になります。<laughs> えーまあ、何のメがあって思って、なかなかいろいろ見てたんですけどね、時間がなくなってしまいそうだったので、えー、今日はまたゴールデンフレームにしてしまいました。<laughs> あー人気がある亀どうこうみたいな話でやって、 今ちょっとまたまたの伸び具合が悪いなと思ってたんですけどやっぱりゴールデンフレームねなんだかんだ連チャンしてもそこそこ再生回数がいくっていうのがやっぱり、まあ、ゴールデンフレーム今ねあの注目が集まってるのかなっていうのはすごい、えー、感じるとこですねうん今回ゴールデンフレーム持ってるお店さんがそんなにもしかしたら少ないかもしれないのでイベントに来てね見つけた方は早く、えー 手に入れてしままったた方がいいいいののかなとと思いますので、えー、見つけたらぜぜひぜひという感じですうんと名古屋ね、えー、昨日の夜も楽しく、えー、飲んで結構そこまで、まあ、って言っても1時ぐらいには帰ってきたんですけどまあ1時ぐらいだったんでね全然朝もスパッと起きれてうんまあちょっと声が、えー、いつも通りおかしくなっているんですけどそれぐらいですね。 2日酔いになってしまうとねあの僕は精神力が弱いんで、えー、嫌になってしまうんですけど2日酔いもなくね、えー、結構飲んだような気がするんですけど元気に、えー、朝起きることができました <laughs> で昨日会場にもいたんですけどねあのお手伝いで入っていたのでーちょっと何とも言えない感じで亀はそんなにまだ見れてないんでね今日明日、えー、しっかり見てね、まあ、今回は多分僕はあの買う余裕がないので。 何も買わないとは思うんですけど、うんまあ、いカいメがいたらねあの明日の朝はねまたこんなのがいましたよってご紹介ができたらいいのかなと思っています。え本、ー、当ねカメ、えー、って面白いなっていつも思うんですけど何、うん、でねこんなにカメにみんなが魅了されるのかっていうね勝ってしまうとねカメやめらんないなっていうふうになるんですよね。 そう僕も本当カメは昔からちょこちょこ飼ってたんですけど本格的にね、まあ、ポコーナークラブに入って飼い始めてからは、まあ、どんどん数が増えててね一旦金魚に集中しすぎてねそんなにカメをっていう風な時もあったんですけどやっぱりねあの楽しいですよねそして僕はやっぱ子ガメをね育てるのがすごい好きでちっちゃいサイズからねあの大きくしていくっていうのが大好きなんでね。<laughs> まあ本当だからね自分家で増やしてそれで大きくしてっていうのをやるとあのお財布にも優しい趣味になるんでしょうけどまあいにくそんなにね繁殖がうまくまだ軌道には載ってないんでだからだんだん産むのがね分かってきたので来年あたりはねインキュベーターをね置いてうまく孵化させたいなと思ったりしていますま。何せね今年の夏暑すぎてうちで産んだ卵はおそらくなんですけどやっぱ暑さがねすごすぎて。 エアコン回したりもしたんですけど、うん、ダメになってしまったのかなっていう感じだったんでね、えー、ちょっと温度温度管理をねもっとちゃんとする必要性があるんじゃないかなと思ったりもしていますえー、本当ねあのー、詳しい人にしっかりね教わってやると多分僕はコツをつかむとね結構そつなくこなすんですけどコツをつかむまでがちょっとね苦手なんで、まあ、そこをしっかりする必要性があるのかなと思っています いずれ、ね、そういうので何かもっと情報発信をできるような感じにしたりとかねできたらいいなってで、まあ、ちょっと知り合いの人と話してたんですけどねそういう,もう超マニアックなねあのオンラインサロンみたいのを作ったらいいのかなっていう話をしてたりしたのを聞いてあまあ確かにその技術があるのであればそれをねあ、まあ、お金払ってでも知りたい人っていうのは多分世の中にいっぱいいるよねって話をしててあ確かにそうだなって。 っっていう,ふうに思ったんですよねだから僕ももっとねそういう、えー、すごい技術を身につけて、えー、皆さんにお伝えするようなことができればまあそういうねまあ本当はそのサブスクみたいなやつとかねえっ、ー、とプレミアム会みたいなのをいつかやってみたいんですけどねただ僕がね今それをやったところでねああそれお金払ってので聞きたいなって話はまだ多分ないと思うのであとはあのもしやったとしてね 特別な話を、まあ、じゃあ例えば週1回流しますよってなった時にその話をねネタを、ね、探すのも大変だなと思うんで今のところやらないでいるんですけど、まあ、いつか構想の中ではねそういう、まあ、プレミアムな情報を、えー、お伝えすることができるような状況になれば、ね、そういうのをやっていけたら面白いのかなと思っています、まあ、正直カメと金魚だけでねそのすごい情報を毎週発信するってすごい。 レベルが高い話だなと思うんですけどね、まあ、なかなか難しいのかなとは思うんですけど、ね、何かちょっといいアイデアを自分でもねいろんな人から話を聞いてそういうのをね集めていけたらあもっとねより面白くなるのかなと思っています。えー、あとねほんとここ最近あのチャンネル登録の方が、ね、すごい増えてケースらしさんのねあの動画を出した辺たりからバカバカっと増えてくれて本当にありがたいばかりです。 ね、いろんなところで聞いてくれてるよって話もね聞いて本当ありがたいなと思っていますんで、えー、また名古屋でねあのイベントに来てくれる方もたくさんいるのかなと思いますんで、えー、ぜひお待ちしていますえー、本当はねあのまたどっか行って、えー、お店紹介とかねバンバンやっていきたいんですけど、まあ、もうちょっとその辺もね動けるようにこれから自分がねちょっと。 動きやすいような形にしていろいろやっていけたらいいなと思っていますそして名古屋が終わってね来週とんぶりということで、えー、ブース配置表が出てあの74番って感じでしたね、えー、近くも亀のブースさんが多くてまああの朝からいて亀好きの方たちとね交流を深めることができるのかなと思うんで、えー、場所的にもすごいいいところ配置していただけたのかなと思っています まあ、な,なんせねやっぱりとんぶりって僕はやっぱりその交流の場だと思っていて一番最初に蒲田のとんぶりに出たんですけどその時にねあの打ち上げの行ってねやっぱりいろんな人と話して、まあ、そこで交流が深まった方もねたくさんいますまあオルカプロジェクトさんなんかはねほんとその時にね話してそこからね今はだいぶ仲良くなってっていう感じなんでね、まあ、一緒に錦鯉もやったりするような仲なんですけど。 まあそういう感じでね、えー、いろんな人と交流をできるっていうのは、すごいいい場所だと思っています。なので、とんぶりね、えーまあ、買うのもね大事なんですけど、買うだけじゃないところもあるっていうね、そ,そこに関しては本当、あの人間、ね、人と人と人のつ、ね、ながりっていうのは、本当にね、お金じゃ買えないと思うんで、それの、ね、きっかけを作る場所として、すごいいいのかなと思います。まあ、もちろん、他のイベントもね、えー、同じようにいろんな人と出会う。 っていううのはあると思うんですよね、まあ、特に業者として出るとねやっぱり業者間でいろいろやり取りがあるので、まあ、そういうのでね絆が深まっていく、まあ、もちろん商売と関係っていうのはあるとは思うんですけど、まあ、商売関係からねそこからさらにもう一歩進んでいくとね楽しくいろいろできるんじゃないかなと思っていますなので、ね、イベントはとっても楽しいし是非ね皆さんも来ていただけたらなと思っていますのでナゴ、えー、レプお待ちしていますということで今日はこの辺で終わりにしますありがとうございました